ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか？いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえて申さば、エルフヘルム、そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘル、ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島。レージュの森と同じ狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの資料さんたちでしょうか。護符は完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは資料よりもレージュの館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは死と来ます。このバカでっけえトカゲはドラゴン？違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、使い魔よ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間、時間を稼いでください。力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても陣を張れるのです。敵が来てるわよ。
は手分けして当たりましょう。できねえのか、俺は。気をつけて。こいつ、クシャーンか。よし、ずらかるなら今だ。まだです。術者を探ります。少し時間を。
洞窟の中とその先の浜です。ワニは俺がやる。ガッツは実践をやってくれ。スカイには肉体を持った存在なので防壁の効力には限界があります。気をつけて。その奥は敵の結界で守られています。先に洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。離れしてな。けどえげつねえ戦いっぷりだな。伝説によれば氷戦士と呼ばれる者は味方に立っても恐怖の代償だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。
倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。おい、まだかよシールケ。正気か。ざまあね、結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたは事の重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は